国道42号終点和歌山県和歌山市県庁前交差点国道42号は静岡県浜松市西区から紀伊半島の太平洋岸を一回りして和歌山県和歌山市に至る一般国道である国道1号からの分岐静岡県古斎市内倉戸 IC 入り口交差点静岡県から愛知県の厚見半島の海岸線沿いを走っており三重県の島半島から 紀伊半島の海岸線に沿って、潮の岬を経て、和歌山市に至る一般国道の路線である。厚見半島では、表浜街道、紀伊ン道の海岸沿いの道は、熊野街道とも呼ばれる。また、静岡県湖西市の国道1号潮見バイパスと並行する区間は、東海道を踏襲する。紀伊半島ではほぼ JR 規制本線に並走している。 実演長区間のうち、国が直轄する指定区間は、紀伊半島を周回する伊勢市和歌山市間が指定されており、指定区間外である湖西市伊勢市間は、静岡、愛知、三重の各県が管理する。伊勢湾をつなぐ愛知県田原市三重県とば市間は、国道259号と重複する海上区間であり、伊勢湾フェリーが国道の航路代わりとなっている。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り。国道42号の前身は、大阪と熊野とを結ぶ熊野街道である。1945年1月、国道41号、東京都より、和歌山県庁所在地に達する路線と、重複に指定された。なお、港は15号、乙は16号である。 イラゴ・トバ間国道航路代わりの伊勢湾フェリー、伊勢湾港となっている。イラゴ水道は、愛知県田原市の厚見半島突端から、三重県戸橋の島半島まで航路によって結ばれ、伊勢湾フェリーが就航している。将来、佳橋による海上区間解消を図るとする三円伊勢、連絡道路の計画を受けて、1993年の政令改正によって延長指定された区間は、 国道259号との重複会場区間でもある。国道42号と鉄道の交差は全部で4カ所あり、そのうち3カ所が立体交差しており、踏切は三重県南室郡気泡町宇どのの北越、紀州製紙の工場への引っ込み線のものが唯一である。高規格幹線道路等一般道路松坂 滝バイパス30県松阪市上川町気宝バイパス30県南室群気宝町成川田辺バイパス和歌山県田辺市新城町国道23号との重複30県松阪市西黒部町交通規制を参照道路情報ラジオは三重県内に6カ所ある防災対策として2012年3月より運用開始 二坂峠と矢のこ峠前後の工事や通行止めなどの道路情報や気象情報、道の駅情報を提供している。4機設置されており、2機が松坂方面、残りが新宮方面の情報を提供している。トンネル橋梁道の駅和歌山県新宮市、佐野交差する場所の括弧書きは地名、それ以外は交差点名で表示集中豪雨などの災害が発生した場合、 よく通行止めになる。これにより、名古屋方面からの大気帳稲毛の道は寸断されることが多い。ありがとうございます。